現地 YouTuber が最新の情報をお届けする軽井沢ニュース10月号。皆さんこんにちは、桜井太一です。ゆうこです。夏もようやく終わりという感じでしょうか。やっと終わる、はい、やっと終わったっていう感じですかね。まあ、外の様子はこんな感じでですね、少しずつ紅葉が始まりつつあるかなという感じですけれども、はい、ちょっと遅いんじゃないかな。遅そうですね、紅葉ね。まあ、10月も祝日もありますし、いろいろと、はい、楽しみがあるかと思います。早速新店オープンから参ります。気まぐれカフェ辻堂2号店、こちら旧軽井沢にあります、コーヒーと焼き菓子のカフェということで、まあ、2号店なんですよね。1号店銀座通りの1号店で人気の水出しアイスコーヒーアイスティーなど、出されているということで、テイクアウトもちろんイートインもできて、ワンちゃんも OK ということだそうです。ワンちゃん OK、 大きいですね。大きいですね。いや、はい、もうここなんか最近必須になってるんじゃないかなと思いますね。続きまして、軽井沢プリンスショッピングプラザ内ですね、ラベンハム。こちら1969年にロンドンの、サフォーク州で創設された、キルティングの専門のブランドということで、珍しいブランドがまた入ってきましたね。あんまり日本で見ないですけども。まあ、高価格帯のキルティングということだそうです。続きまして、最近ね、あのコーヒー店 の、 あのオープンが相次いでるなっていうことで、ちょっとコーヒーにフォーカスして、こちら2つお店をご紹介したいと思います。はい、期間限定のオープンコーヒーが今熱いということですね。プリンスショッピングプラザの中で、11月30日までどちらも営業します。2つのお店ご紹介します。まず1つ目、ラルフズ。こちらはラルフローレンが展開するコーヒーショップなんですけれども、はい、そちらのトラック型のポップアップのお店ということです。このラルフーズは結構ね、あの世界でいうといろいろなお店があって、 あ、はい、あとラルフローレンの、ね、レストランとかも実は展開しているんですよ。飲食事業、ね、はい、そうなんですよ。で、期間限定で、まあ、こんなおしゃれな、はい、ところでやると。そしてもう一つがですね、ザ・コーチコーヒーショップ。こちらも11月30日までの期間限定でして、こちらも原宿キャットストリートにあるコーチのカフェトラックの期間限定ポップアップで、アウトレット内にオープンしているということになります。こちらアルケドーナツさんがなんか手掛けられているようなので。あ、そうなんですか。はい、すごい、アルケドーナツ、ね、アルケドーナツとコーチとコラボしてるっていう、すごいです ね、 ね。9月14日15日カレザーレイクニュータウンにて音楽フェスサウンドインザサークルが開催されました。当日の様子をですね、こちら我々も行きまして撮ってきましたので、ぜひご覧ください。 VTR どうぞ。昔は軽井沢で、大きなイベントとかいっぱいあったんですよ。はいはい、なかなか音を楽しむって自由に楽しむっていう場が軽井沢町内ないんですよ。町内は結構音に対する苦情が多いので、それもこのエリアならではに広いから苦情も来ないし、で気持ちいいし、いろんなマルシェも出てるし、まあ、レイクの住民が増えること、軽井沢がいいなと思って移住してくれる人が増えることで、こう軽井沢町で音楽文化がこう熟成されていくっていうような感じになると一番嬉しいですよね。軽井沢ならでは手作り感はここはとてもあって、それがこう地域発でちっちゃな、まあちっちゃなっても結構大きくなりましたけど、イベントからこういろんな人が集まって音楽が盛り上がっていくには嫌味じゃないというか、無理な町おこし感もないし、ちょうどよく気持ちよいっていうのはまず第一にありますね。地理的にはベストだと思います。いろんなミュージシャンももちろん住んでるし、日本ももちろんなんだけど、他の国の人たちも今集まって軽井沢に来てるから、
国籍も問わず、うん、住んでる人が面白いので、小さなサークルから大きくなっていくみたいな感じになるととてもいいですね、うん、長野県の2024年の基準地価が発表になりました。軽井沢の地価上昇が続いています。県内の上昇率上位地点とそれから価格上位地点っていうのを、まあ、5位までそれぞれ出していまして、うん、商業地と住宅地っていうことなんですけれども、まあ、野沢温泉とかちょっとニューフェイスが入ってきたっていうのがね、うん、ここはなんか回復してインバウンド需要っていう感じですね。まさにそうですよね、はい、で変わらずやっぱり軽井沢が強いっていう感じですね、こちらを見るとね、うん、これを見て思ったのはですね、特に住宅地のところで軽井沢ランクインが目立つじゃないですか、はい、で特定のエリアっていうことだけじゃなくて町内全域でこう地価が上がってんだな、うん、しかもね、池田台の成長というか増加率、はい、うん、なのでこう別荘だったりとか移住だったりとか、この住むっていう需要が本当にこう年々上がってる、うん、まあ、コロナ禍の時もねちょっとありましたけど、その中終わってますから、うん、それでも見られたのはなかなかすごいなって思いますもん、うん、なんかコロナが引き金となってやっぱりこう郊外の方に住むというか、うん、少し首都圏へのアクセスはいいんだけれども、ちょっと自然が多いようなリゾート地に住みたいっていうニーズがやっぱりこう出てきたのかなっていう印象ですよね。そしてそれがまだ続いていると、はい、私個人的にはですね、軽井沢意外と住めるってことがバレたっていうことなのかなと思っていて、はい、あんまり、まあ、私たちもほら10年前にこっち来たじゃないですか、はい、その頃に軽井沢に住もうなんて正気の沙汰じゃないっておっしゃってたと思うんですけども、いや、まあ、寒さがすごかったですからね、うん、その頃と比べてもだいぶ住みやすく気温的になってるのかなっていう感じですし、はい、なんか周りに話した時も10年前は結構びっくりされることが多かったんですけれども、今は割とそうでもなくないですか、どうですか、うん、周りの反応。いや、そうなんですねみたいな、なんか知り合いにも軽井沢移住した人いますよとか言われるぐらいだから、あ、なるほど、まあ、そういうところはすごい変わってきてるし、実際にこの地下にも反映されてるのかなと思いますけど、うん、軽井沢にニューモの営業所がオープンします。こちらのニューモって最近なんか話題になってますけれども、うん、自動運転開発拠点として、そして、タクシーのまあ事業所として、20台稼働予定ということでですね、特に担い手不足が深刻な地方部における活用事例を創出すべく、新会社を、まあ、研究開発の拠点として実証実験をはじめさまざまな取り組みを検討してまいりますということで、こちら、プレスリリースからなんですけれども、はいはい、こちらの事業者さんじゃないんですけども、私びっくりしたのが、はい、東京でタクシーに乗ると GO ってあるじゃないですか、はい、GO でプロモーション動画が軽井沢豚にやってるんですよ。笑い芸人 の加藤さんっていうじゃないですか、極楽とも、あとは GO のなんか社長か CEO かなんかの方が軽井沢でロケをしてて、なんかこういうところでなんか GO が使えるようになったんですねみたいな、そういうプロモーションやってて、啓蒙をやってるんですね。そうそうそう、だから一つ軽井沢って観光地で供給不足っていう、もう本当に顕著な例じゃないですか。そうですね、だからこそそういうところでロケ地にしてプロモーション動画撮ったのかなと思って、この辺りのライドシェアっていうのは以前はなんかね、じゃあ事業者とこう、もう規制が規制との戦いだったと思うんですけれども、はい、まあ、この日本版ライドシェアっていう定義ができてからはかなり軽井沢もね、こういう研究拠点もねできるってことなので、うん、追い風が吹いてるのかなとは思いますけど、ね、そうですね、こちらの会社は大阪に続いて軽井沢にっていうことらしいですよ、ね、うん、なんか注目されてるんだなって感じますよね。そうですね、ちょっとどうなるかまたね見ていきましょうよ。はい、次のニュースです。ワンちゃん好きの方は必見、軽井沢リゾートドッグフェス2024が10月の6日に開催されます。場所は軽井沢プリンススキー場ですね。ワンちゃんと飼い主が楽しめるイベントということで、前売りチケットがですね、こちらの金額、当日がこちらの金額となっております。この秋のお出かけシーズンということでワンちゃんのねイベントたくさんありますけれども、うん、まあ、先月かな、浅間空山坊さんでもね、ワンちゃんコンサートみたいなの紹介しましたけれども、はい、もうますますねワンちゃんのこう聖地みたいな感じになってるかなと思っておりまして、ワンちゃんとね一日日中過ごして、帰るというようなお出かけもいいかもしれません。最後はですね我々の雑談コーナーですけれども、ゆうこさん今日は何の話題でしょうか。
今日はですね、避暑地に関する30代女性のアンケートというのが行われたそうで、300人の方にアンケートを取ったんだそうですけれども、はい、約 60.7% が避暑地について興味があるということでですね、なんかまあやっぱり暑さ、夏の暑さにみんな辟易としていて、あの避暑地により一層の興味が増しているのかなっていう感じですね。でその 67% がその理由をですね、暑さを避けて快適に過ごしたいから、まさにそのままと避暑地についてのアンケートだからね、はい、そう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 。でも、ね、私こういうアンケートは結構あのバイアスがかかるなと思うことがあって、なるほど、私ほらマーケティングリサーチとかもやってるんで、はいはい、あのいつこのアンケート意識調査するかによっても全然結果変わるんですよ、うん、これ夏ですね。そう、はい、まあ、真冬にこのアンケートやって同じ結果が出ると思ったら絶対出ないと思うんですよ、ね、出ないですね、はい、半数いかないかも下手したら。で、あの酷暑と言われてる日と、あとたまたまその日が雨で涼しかったですとか、そういうことでも左右されるんで、私はあんまりこの意識調査は当てにならないかなと思ってて、あの本当にそこにあの何移住したいかとか、はい、旅行したいかとか、うん、旅行する計画ありますかとか、そういうふうに聞かないとこの結果はね信用してはいけないと思いますね。なるほど、すごい真面目なコメントをね、はい、いやすごい細かいですね、さすが斉藤さんです。細かい性格。そして軽井沢のお土産といえば、私たちが手掛けるカルイズムのバスソルトもお忘れなきようお願いいたします。はい、実店舗だと今タルタリアンさんに置いておりますので、はい、ぜひお立ち寄りの際は見てみてください、香ってみてください。ご視聴いただきどうもありがとうございました。この動画がいいねと思ったらぜひ高評価、そしてチャンネル登録、また当チャンネルが続くようにスーパーサンクスのご支援もお待ちしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。